今日は2月の14日バレンタインデーっていうことですね。まあ、フランス人もね、まあ、日本のようにその女性からね、男性に一方的になんかプレゼント、チョコをあげるっていう文化はフランスはね、そうじゃなくて恋人同士でプレゼントをし合うっていう文化があるんですけれど、まあ、私もね、あんまりそんなにその記念日とかそういうバレンタインとかね、まあ若い時はね、学生の時とかはなんかバレンタインの日にチョコ用意したりしてましたけど、まあ、大人、社会人になってから、まあ、フランス来てからはそういうことは全然してなかったんですけど、でね、今年はどうしようかなっていうふうに思ってたんです、昨日2月の13日に。そう。でもね、そう、朝起きたら、あの、マッチアスがね、あの、はい、ハッピーバレンタインって言ってプレゼントね、いくつかくれて、あ、まずい、私何も用意しないと思って、そうそう、昨日ね、そう、どうせだったらね、チョコレートケーキ作ろうかなって思ってたので、今日はね、今その材料をね、買いに行くところでございます。そう。なんかね、あの、インスタグラムで見つけたね、すっごい美味しそうな投稿があって、チョコレートチーズケーキなんですけど、今日はね、それを、作りたいなと思って、チーズケーキもね合わせたようなケーキをね作っていきたいと思います。いつもはね、ちょっとした買い物だと、あの、バスとかあと自転車でね行くことも多いんですけれど、今日はねおむつも買わなくちゃいけなくって、でおむつだとね結構大きいし重いんで、なのでね今車で買い物に行く途中です。もうね、すぐそこなんですけどね。さあ、買い物が終わりましたね。これから家に帰って、まずケーキを作って、なんかやっぱ冷やさないとね、美味しくないから、ケーキ先に作って、で、昼はね、マッチアスいないから、夜ご飯にね、ビーフシチューを作ってケーキと一緒にね食べたいなと思います。車のね運転は日本にいた時よりねしてるかもしれないですね。まあ、普段はねそんなに運転はしないんですけど、まあ、ちょっとね一人で買い物行ったりだとか、あとバカンスの時の長距離運転はね交代交代で運転したりだとか、日本にいた時はね、まあ、車はね、あの、持ってなかったので、自分ではね。まあ、これも、あの、自分のじゃないんですけど、あの、マッチアスの車なんですけど、そう、それでも日本よりも運転してるかもしれないですね。さあ、家に帰ってきまして、早速ね、チョコレートチーズケーキを作っていくんですが、先にね、言っておきます。失敗しました。そこまでね、美味しくできなかったんですよね。で、そのうちのね、一つの原因が、まずね、この底に引くクッキーのね、選択をね、間違えたんだと思います。で、このクッキーが、スペキュロスって言って、シナモンが入ってるね、美味しいクッキーなんですけど、これ単体でね、食べると美味しいし、私はね、好きでちょくちょく買うんですけど、ただでさえね、こうチョコレートとクリームチーズっていう2つの大きな味のね、違う要素をこう混ぜ合わせる時に、さらにシナモン味のクッキーっていうのがね、味がより複雑になっちゃって、何を自分は一体食べてるのっていう感じのね、ケーキになってしまいまして、なのでチョコレートチーズケーキを作る人はね、やっぱ無難なあのバタークッキー、シンプルなね、バタークッキーがいいんじゃないかなと思います。あとね、個人的にはですね、クリームチーズとチョコレートの組み合わせが、私自身がそんなに好きじゃなかったんだなっていうのをね、今回作って感じました。後でね、あの動画出てくるんですけど、パートナーのマッチアスはね、結構美味しい美味しいって言って食べてくれたので、まあ、そこはね、そのチョコレートとクリームチーズの組み合わせに関しては、そこはね、好みなのかなと思いました。
さあ続いてビーフシチューも作っていきます。まずフォークでこうしてね、牛肉を刺していきます。そうしたら玉ねぎと赤ワインをミキサーにかけて、その液で牛肉を漬け込んでいきます。そうするとね、牛肉がとても柔らかくなります。冷蔵庫にね、しばらく入れておいておきます。さあそんなこんなでチョコレートチーズケーキが焼き上がりました。さあ牛肉をですね、数時間冷蔵庫で寝かせましたので、まずね、フライパンで焼き目をつけてから圧力鍋で柔らかくしていきます。今日入れる野菜はですね、フランスのスーパーに行くとポトフ用のお野菜セットみたいなのが売ってるんですね。よく入ってるのが人参、玉ねぎ、ネギ、カブと、あとハーブがこう一緒になってるようなものが売っているんですけれど、今日はね、そのセットを買いましたので、そこに入ってるね、野菜をこうやってね、切って焼いてからお肉の入った鍋に一緒に入れていきます。今日はね、一緒にクスクスをいただきたいと思います。クスクスをね、作るのとっても簡単で、同量の熱湯にちょっとね、バターを入れて混ぜて蓋をして置いとくだけでね、5分ぐらいでできるのでね、とっても簡単なんです。
泣くさ。これバーバも見るからね。バーバもナオちゃんもいろんな人の経験が立ってるかなって見るからね。ゆうちゃんも、ゆうちゃんも見るよ。え、たまも欲しいわね。そうだよ。Comme ça, il vole comme ça aussi.
アンパンマンみたい。Il y a beaucoup de ballons. Il a pris beaucoup de ballons. Tu sais? Voilà. Papa, on peut prendre plein de ballons pour s'envoler dans le ciel. Ah. Oh, regardez. Bah oui, c'est une bonne idée. T'as déjà vu le dessin animé qui s'appelle Là-haut? Vous l'avez vu celui-là? Ouais. Tu sais, c'est un monsieur qui accroche sa maison avec plein de ballons et il part en voyage. Ah oui. Tu te rappelles? Oui. C'était plus longtemps. C'est plus long quand on le regardait. Bah oui. D'accord. Yay! Yeah. Okay. Tu peux te faire mon 10.